阿智村の昼神温泉郷の旅館に2000体もの吊るし雛が飾られています。辰年の今年は厄除けの神様も巨大な竜の形です。色鮮やかなおよそ500体の雛人形、そして2000体もの吊るし雛。阿智村の石体亭石田にある能舞台に飾られています。かわいいです。いろんなのってかわいいです。天井を見上げると厄除けの神様ヤークー様、辰年にちなんで今年は竜の形に。長さおよそ10メートル、重さおよそ50キロで過去最大級です。皆様の思いが高く舞い上がり、願いが叶えられますようにということで、上から吊るす形の展示方法となっております。すごい大きいというか迫力があってすごくいいなと思いました。立派ですね。とてもこの藁の作った神様というのは初めて見させていただきましたけれども、大きくて立派でした。厄を食べる大きな口が特徴で、紙に体の悪いところを書き込み、口に投げ入れて厄を払ってもらうというものです。これが意外と難しいようで。何度もチャレンジしてようやく入りました。なかなか入らなくて苦労して入ったんですけど、やっぱり役が取れました。巨大なヤークー様と吊るし雛は4月3日まで展示され、誰でも見学できます。